解決ということになったわ。へえ、そうなんだ。ケンが好きって言ってくれたでしょ。遅くなったけどありがとう。事実だから。じゃあ僕はこれで。待って、今回の事件であなたさえよければもう少しだけこの関係を続けてみないかなって。お断りだ。後にこの事件は死体のない殺人事件として学園七不思議の一つになるのだった。